こんにちは。前回は船を手に入れて、なんと世界中いろんなところに、間違えた回れるようになりました。というわけで、目的地はあの星印のついているところの大陸なんですけれども、まずですね、船に乗れるようになったので、まだ終わってないクエストを先にやろうかなと思ってます。青ガニの楽園もそうだね。ビッキニから東に流された青ガニの友達を探そう。というわけで、ここから東にまず向かってカニを探すのと、あと討伐系が3つあるんですよね。サワーズ諸島なのかな、サワーズ諸島周辺の海上とトレイル海岸が、そうなんだ。どうしよう、まずカニ探しに行ってみるか。東、東、あっちか。すごい広い。敵もいるんで、わあ、すごいすごいすごい。この辺があれだったかな、サワーズ諸島なのか。あ、光ってる光ってる、なんかいるな。海岸にしか降りれないから、降りれる。よしよしよし、取るか。ふわふわそう。そっか、新しい素材とかも手に入るよね。花や葉がふわふわしている軽い草、ポンポンのような白い花が可愛い確かに。カニはなんかいるんだよな。あれがクエストかな。あ、そうっぽいな。なんか光ってるもんね。ちょっと待ってて、後回しにしよう後回しにしちゃうっていう。この辺にカニはおらんかね。どこで上がれるんだ。上行ける。で、地図見りゃいいんだよな。あ、あっちにまた光って、海上にも光ってる。ちょっと進んでみるか。他んとこから乗り上げらんなそうだもんな。ふん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 。どんな敵出てくんだろう。あ、逃げちゃうわ。あれ取ろう。わあ、あ、パワーアップバージョンじゃん。これスリーピーとかのあれだ。よく夢落としとかね。頑張って頑張って。あ、そりゃ3人パーティーになりました。あれ、まだ、あれ、前回仲間にしたさ、イエーイも欲しいんだ。イエーイが、サンニャも可愛いけど、あ、雫話しかけたいわけじゃなかった。カッチリフラワー、お、カッチリフラワー来たよ。何かに必要だった気がするんだよな。合成にカクカクした形のせいで硬そうに見えるが、それほど硬くないらしい。うーん、で、岩か。お、フラピーチが出てきたー。なんて可愛いんだ。フラピーチから倒すかな。じゃ、回復していきそうだし、かわいいな。あ、守れが使えない。頑張れ頑張れ。なんか暗闇になっちゃった。当たらない当たらない
セム強えな。ケーキ盗んだ。本気になっちまったぜ。おお、いいね。3人いいじゃんいいじゃん。次の目的地さ、行く前にイエーイ仲間にしとこう。あれどうなってんだこれ。あっちに行けるのか。そこに何かいるんだよな。これはカニかぽいよね。ちっちゃいし。あっぽい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 。こんなところに大ガニが。おいオリバー、こいつビッキーニにおったやつの友達とちゃうか。ちょっとあの魔法かけて話しかけてみ。これがそうだ、とうか。いい気分だな。餌は多いし波は穏やかだし。この島に流れ着いた時は一体どうなることかと思ったけど以前住んでいたビッキーニよりもこっちの暮らしの方が快適だな。ねえ君、もしかしてビッキーニに青ガニの友達がいなかった？わあ、驚いたな。あんた俺の言葉がわかるのかい？今独り言だったと思うと可愛いな、この青ガニ。しかもなんで俺の友人がビッキーニに住んでいることまで知ってるんだ？その友達から君が行方不明になってるから探してきてほしいって頼まれたんだ。ずっと心配してたみたいだよ。あいつ、そんなに俺のことを心配してたのか。なあ、あんた、俺からの伝言をあいつに伝えてくれないか。俺は元気にしてるし、こっちは餌も多くて最高だ。お前も来いよってさ。わかった、伝言をちゃんと伝えておくよ。きっと喜ぶと思うよ。ありがとう、よろしく頼むよ。へえ、いいやつだな、かわいい。じゃあちょっと一旦ビッキーニに戻ります。ちょっと減っちゃったし。蝶々さんいる。君たち、その水着また着てくれたんだね。すごく似合っているよ。すごくいいね。まあいいや。はい、カニさん、カニさん。あ、また使わなきゃいけないんだ。ほい。お待たせ。行方不明だった友達を見つけてきたよ。本当ですか？彼は一体今どこに？実はね。そうでしたか。彼は見知らぬ島に流れ着いていたのですね。ですが元気そうで安心しました。君も行ってみたらどう？あ、すごい船出してる。そうですね。ええ、私も行ってみようと思います。せっかくの友人からの誘いですしね。本当にありがとうございました。これは私からの感謝の気持ちです。どうぞ受け取ってください。カニから何もらえんだろうね。あ、バッチリコイン。意外すぎる。カニでいいんだけどな。しかも3個だし嬉しい。ありがとう。ポン。お、止まったぞ。あ、さらに1個サービスしてもらった。素敵な場所だといいな。まあ、よかったよ、いい場所だったよ結構。じゃあつば九郎のとこ行こう。これ交換ってできんのかな。あ、1枚。英雄シップ、船の進む速度が少しだけ速くなる。乗組員への感謝の気持ちを忘れずに。タイミングバッチリじゃないですかこれ。交換しよう。はい、英雄シップ。お、次出たぞ、次出たぞ。3枚とかだ。英雄ショッピング。お店の人が少しだけ値段を安くしてくれる。英雄エリート。戦闘後に手に入る経験値がほんの少しだけ多くなる。おぉ。英雄ハンター。魔物たちが怯えてアイテムを落としやすくなる。あ、いいな、これ。英雄ソウル2。戦闘後に余っているソウルを自動的に回収してくれんの、いいな。英雄リトライ。
全滅後、続きから頑張るを選んだ時に減るお金が少なくなる。まあ、これは後回しでいいとして、英雄ソウル、英雄ハンター、全部いいな。この2つ優先かな。どっちにしろでも3枚貯めなきゃいけないから、かなり先にはなっちゃいそうですね。よっしゃ、討伐しに行くぞ。まず行くのが上からやるか。盗賊団、沢津外。あ、これ多分あれだよな、アイコン出てたやつだ。盗賊団行きます。よっしゃ、さっき上陸したあそこにいるやつだと思うんだよね。光ってたから、ほい、どこにいる？ちょうど見えないな。反対、あれまた取ってこう。なんだっけこれ、ふわふわそうね。オッケーオッケーオッケー。いる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 。なんだあれ、にゃんかな、ぽいよな。なんだろう、にゃいがだって。これ強そうだな、にゃん系は。やるけど。大丈夫かな。あ、そうだ、にゃいける、にゃいが、にゃん。にゃんから倒せますか。そうしよう。いや、強そう。みんな来る。みんな来る。え、煙玉？わー。食らっちまったよー。なんだなんだあれ。あ、遅くなるんだ。やな感じだな。あ、来た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 ー。ネタラメランブー、久々だな。何が引ってんだろう。おお、つえー、すごい、素晴らしい。よし、終わった。ニャイケルだけだ。みんなで頑張ろう。よし、倒した。いや、いいね、3人で勝った感じ。よし、討伐完了。あんま減ってない。ナイスすぎる、マジで。そのままじゃいけるかもしれん。次行こう。腹ペコ怪獣だ。巨大な魔物が漁船にかじりついて困っている。漁船が壊される前に奴を討伐してほしい。これさ、会場の地図出てたよね。あれ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 、これだ。結構端だな、上のところ。回っていった方が分かりやすいか。行こう行こう。道中のエンカウントでなんかやられそうな気もしなくもないけど。でも英雄シップ手に入れたから、まあ船早いよね。なんか遅い状態あんまりさ味わってないから、速さがあんま分かってないけど、結構敵いるな周り。イエイ欲しいな、しつこいけど。もっと先だったもんな。おととととと、うわ、なんか見たことないのがいる。かわいい、あれ。でもあれではないのか、もっと上の方だったっけ。これじゃ出ないんだよな。 あいつかな。上飛んでるのいる。え、あの魚かもしれん。こんな上だったっけ。もう地図を忘れるというね。あ、そうかもそうかも、さっきのやつかも。やばいやばい、逃げれるか。あ、逃げれる逃げれる。さっきの魚だきっと。あいつあいつ、かわいいなー。おい、これだろ。そうだ、ホエル。
めちゃくちゃかわいい。口開けてるよ。いわー、来たわよ。どうしようかな。魔法とか使ってた方がいいかな。あと逃げ回って。うわー、怖い怖い怖い。魔法使う。ファイヤーボールとか効きませんかね。見えない。見えない。一回17かあんま効かないな。ルチ出そう。ルチでどんぐらい。14。あんまり変わらないね。技とか使ってこ。回復はよろしくね。ありがとう。連続斬り。お強い。頑張れ頑張れ。 MP がない。もう戦うしかない。いけそういけそう。いけたいけたよ。よし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 。あーかわいい。やったよし、終わった。一旦じゃあ回復しにまた行って。うわ、みんな MP やばいね。でもう一匹倒そう。よし、回復してきました。最後の1個が調査隊の苦難。トレイル海岸、ミノ大陸だから同じ大陸だ。遺跡を調査していた研究員が巨大な魔物に襲われた。遺跡、トレイル海岸だから、まあ、違う海岸なんだろうな。地図がこうなってるからこっちか。ちょっと降り立てそうな。なん誰かいるな。にゃんかな。あ、ここから入れないのか。どっからか。上陸ができないな。この辺はできない。あ、海岸だからあっちかな。ここか。くる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 。ちょうど出ちゃったけど。あ、向かっては来るんだ。ああやって怖い怖い怖い。あ、あそこにある。ちょっと今乗れないな船。あいつ離れたら乗れるけど。あいつ徒歩で行っか。なんかいきなり夕暮れになった。なんでだろう。そういう場所なのかな。これやばそうだな。なんか強そうだよ。これだ。でも倒せんのかな。とゴレム、もうゴーレムだね。使おう。硬そう。みんなこれどうすっぺかな。また技とりあえず使っているだけ使っていくか。結構強いね、やっぱり。戦えるな。え、出て出て。おーい。ロガメアタック。あんま効かない。魔法のがいいかな。何がいいだろう。衝撃波とか。一個ずつやる。やってみよう。衝撃波21か。
氷結35、あ、いいね、いいんじゃない、いいんじゃない。ファイヤーボールは17、あ、氷結がいいかも。魔法がただちょっと近づいてきてるのが気になる。やばい、やられるやられる。36意外とフィールドが狭い。あいつ早歩きする。あった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 。ひたすらこれ。みんな大丈夫？戦わない戦わない。痛い。ちょっと回復しよう。アイテムでMP が微妙だな。バッチリコーヒー使うか。いてててててあれ、マルトとまだあるよね。まだちょっとある。ぶちかまし、危な。あと半分もあるんですけど。マジかよ。めっちゃさ、オリは狙ってくるよな。全然 MP にならないかもしれん。これ42、よしよしよし。いいねいいね。全然足りない、やばい。何個使うことなんだろう。あ、まだもないじゃん、やばいね。氷結とりあえずやって、でアイテムを、まだごめん、10でいいかね。ごめんねー。一回ぼーっとする時間あるよね、あいつ。いって。怖い怖い。コンセントーンとかやらなくていいよ、回復だけしてくれ。あ、くる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 。全然足りないね。全然まだもないよ、もう。一回回復して、ダイヤ攻撃してまたアイテム使ってあげよう。アイテムが使えるから。で、ね、こっちマシかマシくるぞ、かわせ。よし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 、あとちょっとやでー。あと MP 尽きるまでこれやって、あとルチとかでいけるかな。あ、した、した。逃げた。ほぼほぼ逃げながら戦ったけど。よし、サウンドウェーブ、お、最大レベルになった。最大レベルってイマージェによって違う感じかな。どうなんだろう。じゃあセバを進化させようか。おやつか。全然育成してないよ、そういや。好き好き。ムーンドロップあげよう。セバスになる。おー、救いの光、シャボンブロー、ぐんぐん、ス
ストームブレード、すごっ。じゃあセバスになってもらいましょう。はい、可愛かったけどね、セバもダンディになってしまうんだな。あんま変わんねえなあんま変わんないけどよしよしよし。あとサウンドウェーブ、メロディーの波を放ち近くの敵を攻撃するか。 MP 消費量がちょっと多すぎるよな。こんなんだってさ、15とか使うんだべ。 MP、 貴重な MP よ。これレベル1だけど使っちゃうよな。変えた方がいいかな。これでフラピーチ呼び出してくれんのかな。どうなんだろう。こっちにしとくか。弱いの勝手に使わない気もしますけどね。どうだろう。うん、よし、じゃあ戻りましょう。まだあれかな、船の周りに魔物いるかな。いるねいるよなあれ絶対。すぐ円環とか、まあいいか。まだ MP かい。怖いわ。これ乗れんのかな、そもそも。ここでエンカウントした？絶対すぐエンカウントだな、これ。あ、しない。後ろ向いたらエンカウントとか。あ、しない。あ、しなかった。じゃあ、ちょっととりあえず、街に戻ります。はい、戻ってきました。報酬もらいましょう。見えない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 よ変なとこで話しかけちゃったよ。おーし、毒カッタージュエル。イエーイ。結構今回でスタンプ溜まる気もするんですよね。これも5個だし。これ可愛かったなー、このクジラみたいなやつ。怪魚の角。うわー。で、最後のゴーレムか。これも強かった。聖なるナイフ。ナイフ装備。よし、ちょっと今どこにいるか楽しそうだなアイテムが、これ武器？あ、武器なんだ。水を操る太古の怪魚から取った角。その水の力はかつて人々を困らせた。水属性に変化する。26。聖なるナイフ。祭りや結婚式などの儀式で使うナイフ。神聖な品なので丁寧に扱うこと。相手をたまに封印状態にさせる。ほー、なんかいいもの手に入った気がする。うん、はい、よし。ちょっとさ、次のとこ行く前にイエイとかさ、イマージェンにしたいからさちょっとうろうろしてきていいですか。してきます。よし、クエスト終わったんですけれども、もう一箇所寄りたい場所があるので。すごい夕焼けだ、いいね。こう場所によって変わるの。敵がめっちゃいるのはかわしていってますが星のところを過ぎて、もうちょっと北に行ったところだと思うんですけど、近寄んなきゃイベントなんだよな。いやーすごい、うじゃうじゃ敵いるな。おい、逃げられるかこれ。すごいなー。
あ、そういえば無事にイエーイを仲間にできました。めちゃくちゃ可愛いの見て、この顔この顔すごい可愛いですよね。イエーイ可愛い、めっちゃもう本当に。あれ、魚種族得意なのがマルか。そうなのか。あー可愛い超お気に入り。でもっと上かな。結構頻繁に空の色変わるんだね。あ、ここかな。ここだ。いる？はい。あ、ちょちょちょ。あ、後ろから。はい、倒せないかもしれん。と、とことこ来たー。発芽ピックルもいる。やばい、先制攻撃はまずい。逃げちゃうかも。あ、やばいやばい、ミスミス。あ、逃げちゃった。残念でした。あいつがすごい経験値持ってるんですよね。早起き時計。水買った。イエーイ。まずあれ取って。あ、あれ上にいるのもそうかな。あ、カチリフラワーありがとうございます。これもそうかな。あ、早い早い。トコトコ来たー。ルッチが出てきた。魔法のがいいのかな。なんかいろいろやってくる。トコトコいた。全然倒せない。あ、しかももう、あ、いなくなってる。いる。よしよしよし。殴る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 。倒した。ちょっと大変。マル、もしかしてさ、MP ないですかこれ。まさか。ない。しかも死にそう。やばいこれ。死んじゃったかな。間に合わない。あ、デタラメ切りやめて。あはは。マルよ。遅かった。しょうがない。ルッチが強い。スピックの先倒して。こっちの、やばいやばい、死ぬ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 。あー、カレー食おう、カレー食おう、カレー。こんなピンチになるなんて。いててててて、めっちゃ強い。ここでデタラメ切りやめて。みんな生きてる？みんな生きてる。僕に任せて。誰がいい？頑張って。こんなきついなんて思わなかったな。ルッチやばい。いやでも経験値めっちゃもらえるんで、やばいやばいやばい。でもね、しんどい。これはしんどい。あ、攻めなめ。お、救いの光。よしよしよし。おし。イエーイ。うわー、やばかったー。まあ、ここでレベル上げがこうできるって、でもだいぶやばかったな。めちゃくちゃ強かった、ルッチが。やばかったー。おー。
何覚えたんだっけ。あ、生命の雨覚えたけど連続切りでいいや。あと誰か覚えた人せますか。救いの光、もう完全に回復にしよう。そろそろ使えるかな。セバスステータス的にいけそう。あ、いけそうかも。いける、変えよう。これで頑張ってもらおう。しかし強かった気持ちちょっとここで稼いでみようかな。あ、なんか会話っぽいな。ちょっと経験値稼ぎちょっと諦めて戻ってきました結局かよってねルッチ強すぎるんだもんいっかと思ってお前さんヒョロヒョロだね。色も白いしなんだか弱ってそうね。ちゃんとご飯を食べてるのかい。よかったらおばちゃんがこのフルーツサービスしてあげようか。あ、この前と同じか。ないんや、このおばちゃんオリバーのおかんみたいやな。そうだ、お前さんにいいものをあげようね。はっ、いろんな料理の合成レシピだよ。旅はきついだろうけどこのレシピを役立ててちゃんとご飯を食べるんだよ。体だけには気をつけなさいね。ありがとう、レシピくれたよ。おー、あ、食べ物系だ。パンとビーフで作れるフィッシュバーガー、魚魚魚、パリパリレタス。へえ、バッチリ。コーヒーが、コーヒー、すっきりコーヒーで綺麗な湧き水で作れるんだ。目覚めのカプチーノ、いいな。 MP70 回復だ。バッチリコーヒー、シャキールの葉、濃厚ミルク、結構使いますねあ、チョコとかも作れるようになった。濃厚ミルク、花鉢の蜜、まん丸卵とかが、マイルドプリンでしょ。あ、この辺のケーキ、ビターアイスとかスイートパイ、ありがたい。マジで食べ物系だ。おー、ありがとうおばさん。で、今日どうしようかなと思ってるんですけどね少しクエスト会にしちゃってもいいかな。でね、いるんですよ。いつからいたんだろう。ほら、ミラントがここに来てました。ほらあ、またスピリトークか。オリバーじゃないか。お前も砂漠を越えたんだな。っていうかお前随分と開放的な格好してるなそうだねうん、この町にいるときはみんな水着にならなきゃいけないんだって。そうなのか。俺も人泳ぎしたくなってきたぜ。って幽霊は泳げないんだけどさそっか、残念だね。平気さ。ん、むむ、お前もしかして試練受けてきたのか。あ、なんとこの少年賢者の試練を乗り越えよったんや。ほんとか、すげえな。と言ってもこの大賢者ミラントには程遠いんだけどな。大賢者って言ってんだよな相変わらず口の達者なガキやの。そうだ、賢者の道を歩み始めたんならアストラム語くらいはわかるよな。アストラム語、はるか大昔に使われてた言語やな。マジックマスターにも載ってるはずやで。さすが大妖精、なかなかに物知りじゃないか。昔のマジックマスターは全部そのアストラム語で書かれてたんだよ。時代に合わせて書き直されていったんだけど、それでも一部のページにはまだ残っているんだ。だから解読表もついてるんだぜ。へえ、そうなんだ。ってことで今度は今も本に書かれてるアストラム語についての謎さ。あ、謎謎また来た。まずは魔法使いの服装のページを見てくれ。ここにはアストラム語が書かれてるはずだ。はい、魔法使いの服装、挿絵に直接字が書いてあったはずだから今もまだ残ってるんじゃないかな。
さあ、それを解読してくれよ。分かったらまた声をかけてくれ。またこれ大変なやつじゃない？魔法使いの服装。またちょっと目次から探します。あ、これか。魔法使いの服装。おっと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 、どこを解読すればいいんだろう。魔法使いとは、魔法使いの服装はこれ？これだ。魔法使いには必要な道具、ふさわしい装いがある。マジックマスター本書のこと。魔法使いを目指す者のための基本の書。旅の式、魔法を極めるため修行の結果はこまめに書き取ること。道具袋、あらゆる道具が収納される袋。修行の旅には欠かせないトレビンだ。この瓶に心のかけらを集めておくことができる。魔法の杖、ルーンを描く際に必死の杖、大事に扱うべし。ほい。育成加護、イマージェの呼び出しに成功したらこれにて、これに入れて共に旅しよう。これか？変な文字書かれてる。これを解読しろってことか。メモしよう。変な文字だな。これ何？何の字？これに、これに、これに、これ、このチョンっていうのは何だろう。これを解読すんのか。でいいのかな。次のページでちなみにトレビになっちゃうもんな。確かその解読、あっ、来た、あった。アストラム語っていうのがここにあるんですよ。おお。あ、マジックマスターみたいな感じで読むんだ。待って待って待って。多くの魔法関連書にアストラム語、古代魔法民族アストラム族の言葉が使われている。彼らは非常に高度な魔法文明を持っていたという。あいうえおとか。濁点。何これ。即音？陽音？濁点か。でもあれは濁点だ。濁点の文字。これだけでわかんのかな。ちなみにあれに書いてあったのがどれだ？最初の文字。あの文字はなで、次がる、次がほうで、最後がとに濁点ついてたから。なるほど。でいい？それでいいのか。2つ書かれてた？ちょっとどっちどっち。待って待って、もうね2つ書かれてたの。待って待って、こっちじゃないかも。これは多分さ、落書きだよね。解読したんだけどな。やっぱこっちじゃないんだ。待って待って、ページから確認しよう。これこれこれ、服に書かれてる、これか。これね。なるほどの方じゃないのね。なんだこれは。ちょっと待てよ。ぐるりしてなんか棒をへにょりしてくる。何これ。ぐるんしてこうでしょ。
で、ヒミのくるっとしたやつで、くる横三角、こう、あ、なんか変な記号ついてるな、これこれなんだっけ、逆三角だ、同じ文字が2個ある、解読しよういやー大変だ。よし、まず最初が、ぐるりして棒になってるやつ、ぐるりして棒、サッカー、さあ次がぐるりしてぐるりだから、こっちに来てこうでしょ、いいかな、いい、で次がなんか変な、なんかくねってして、くねってどれだっけ、変な形、こうか、最高、う、あ、最後もうだ、で次なんだこれ、矢印っていうかなんかあってぐるりしてるやつだから、き、最高、う、き、あー、でこの記号ついてるやつか、ゆだ、最高級、正解っぽいぞこれ、きた、きたこれ、そっちじゃない方分かりにくかったよ、落書きの方を先めいたかな、ゆう、最高級、あ、正解、おー、魔法使いの服装は最高級のものじゃなくっちゃね、俺の服も実は一級品なんだぜ、そうなんだ、天空樹っていう魔法のタイツをから作ったんだ、天空樹、それって僕の服も同じだよ、それって大賢者にしか与えられない服だぜ、すごいの持ってんな、せやったんかこいつ、ただ同然でもらったで、クソ、ついてるなお前、なんか無性に悔しいけど、さっきの問題には正解したしな、仕方ない、これをやるよ、ありがとう、エスケープ、ありがとうミナント、いやいいさ、お前も俺みたいな大賢者を目指してるってことだろさてと次はどこに行こうかな、この町は船がたくさん出てるからこっそり乗り込むのもいいかもしれないな、俺なら見つからないだろうしさ、じゃあな、なんちゅうやつなんだ、へー、エスケープ覚えた、ダンジョンから一瞬で脱出する魔法、便利だな、危機に直面した時逃げることができる、おー、しかも MP1 っていうね、神かよ、いやー大変だったけど、ちょっと今日はこれで終わりにしちゃおう、クエスト界になっちゃった、ミラント界と、はい、次回こそレカ大陸に渡っていこうと思います、はい、ではご視聴ありがとうございました。